ではタイトルがありがとう心を込めてという歌の手話解説をさせていただきます。まずいつの間にか僕たちはっていうところなんですけども、いつの間にかは自然っていう手話をしています。右手でやってもいいし、左手でやってもどちらでも構いません。私は右利きなので右で、表現しますね。では一本指を出してください。一本指を出して、そうですね、横に置いた指を上に持ち上げる形で、これで自然っていう手話です。自然とということですね。自然と、まあ、歌はいつの間にか、いつか分かんないけどっていう意味かもしれませんけども、ここは自然とというふうに表しました。自然と僕たちはのところはじゃんけんパーを、下に、こういう形、皆さんっていう手話があるんですね。ここにも頭が、ここにも頭がある、ここにもここにも頭がある、それで皆さんっていう手話になってます。僕たちというふうにするときには、親指をね、自分に向けて僕とか俺とかっていうことで、僕たちとか僕らとか俺たちとかって表してもいいんですね。だから僕たちって表してもいいし、まあ僕って使わなくてもね、皆さんっていう手話で、ね、皆さんっていう手話で僕たちはって歌って構わないです。いつの間にか僕たちは一人で歩いていたよっていうところは、自分を指して自分自身っていう手話でですね、自分人差し指で自分の胸のところを指して上に上げる形で、自分自身っていう手話があります。これで、一人でっていうところを表して、歩いていたよっていうところは手がね、足の代わりになります。じゃんけんパーなんだけど、これを指はね、くっつけて、これを下に向けると足になります。足がこう歩いていく形を、してみてください。歩いていたよ、いつの間にか僕たちは一人で歩いていたよ、ね、6年前と表しているんですけども、手話の数字1、2、3、4、5、親指だけで5です。5と1で、ね、これ横に向けてですね、5と1で6になります。ね、6ね。で、片方の手はじゃんけんグーグーをするとね、これ年輪ね、木を切った時のこの、渦を巻いてる数で木の年齢がわかるそうなんですけども、これで年を表すんですね。ね、で、まあ、年を表す時にこれをこの6を年のところにつけて、で6年前って表してます。今現在は自分の目の前のところが今とか現在とか今日とか表します。で、未来を表すときは自分より前を表して、自分より後ろを表すと過去を表したことになります。一つだけ前にやると明日、
2つやるとあさって、え、1つ前、過去に表すと昨日、ね、2つをね後ろにすると一昨日ってなるんですけども、これが年を作るときはですね、グーを表した、年輪を表した手話をグーグーで作っておいて、で1年後で来年とかね、再来年ってやっていくんですね。で去年とか一昨年とかやって、1,2,3,4,5,6 6年よりも6年前、以前、6年過去になりますので、自分の肩の方に向けていきますね。6年前、6年前って表してもいいけど、まあここに年のところに6を置いておいて後ろに持っていくと楽ですね。6年前にこの世に生まれた、この生まれたっていう手話だけをやってますけども、まあ今の世界ってやって、この世に生まれたって表しても構わないんですけども、歌の中ではこの世に生まれた、ね、この世っていうのは省いておいてですね、まあ、6年前に生まれましたって表してます。で小さなこの命、小さなこの命っていうのは、じゃんけんグーを心臓のところに持っていくと、持ってて、ドキドキ、心臓が動く時のドキドキっていう音をするように、このトントンって少しだけ、ね、叩く形になるんですけど、これ命っていう手話ですね。で小さな、小さなとか小さなとか、小さな命ってやってもいいんだけど、ちょっと表現するね、小さい命なのか、まあ小さい命なのか難しいところですけども、歌に合わせて小さなっても省いて大丈夫ですので、6年前に生まれたこの命っていう風に手話では表してます。6年前に生まれた命ってやっております。ね、とりあえずここまでで1回目の説明は終わり。またね。